ボートレース下関にやってきました。もう今村さんにとってはもう庭ですよね。地元ですからね、はい、私ね下関か浜の子かっていうぐらい水面は好きなんです。へー。ご覧になってね、分かると思うんですけど、ちょっと似てるでしょ浜中さんと。分かるんですよ、雰囲気は似てます。雰囲気似てるでしょ、うん、似てます。で清水面なんですここね。で浜中さんも結構清水面じゃないですか。そうですね。今回はですね、こちらに各地からの記者さんが集まってます。それもすごい。早速行ってみましょう。はい。今回はいよいよ8月23日から浜名湖で始まる第68回 SG ボートレースメモリアルに向けて各スポーツ紙の現役記者が大集結。今村豊さんと大会の見どころを徹底討論しちゃいます。ウイチの浜名湖鉄板塾山口来ちゃったぞスペシャル。現役記者に聞いちゃおうボートレースメモリアル出場選手徹底解説。今村さん、はい、優勝経験ありますけどどんな大会ですか。1年間を通してのこの4人しか出ない SGA 覇者の中の一つの大会でしたんで、大きな素晴らしい大会だったと思ってます。なるほど。今回のこの大会に出場される選手をこれ学んでいこうということで、各地区を代表するスポーツ紙のもう現役の記者様に皆さんこれお集まりいただきました。よろしくお願いします。いやすごい SG ですよ。やっぱり SG です。これもこれで SG なんですよね。いや SG です。集まっていただいたのは5人の現役記者の皆さん。関東、東海、近畿、中国、四国、九州、それぞれの地区から出場する注目選手について担当記者だからこそ知るとっておき情報をお話しいただきます。野博さんは、まあ、雅子さんは現役時代からと言ってましたけど、雅子さんの対応はどうでした。ものすごく優しかったです。よかった、いいイメージしかないです。いいじゃない。ちなみに鵜飼さんとかはどうでしたか。怖かったです。やっぱ鬼姫だったんですね。まだ自分が何もボートをわからないまま聞きに行っている時には、ええ、仕事中ですからって言われて、私も仕事なんですけど。でもベテランになられてからはとても優しかったです。今村さんにも、まあ、取材されたことがある方もいらっしゃると思うんですけど、今村さんはどうでしたか。何があっても答えてくれはったんで、もうやっぱり選手の鏡だったと思いますね。豊か。本当ですか。豊かいいじゃないの。加えてね、レースもうまいっていうね、スーパースターですね。照れますね。そうですね。今回のボートレースメモリアルは浜名湖での開催。まずは静岡支部から出場する3選手についてお話を伺いましょう。その福谷選手の話で、あ、何ですか。多分有益な情報を私から一つ、はい、何でしょう。この間常滑で G1 があった時に初日1等だったんですよね。で1等だったんですけど、上がりタイムがあまりよろしくなかったんですよ。僕は出てる時に1等は上がりタイムがいいって、あの49秒だったら深谷君が48秒とか、この間甲子園もいいタイム1人抜けて出てたじゃないですか、47秒台で、うん、他と比べた時にやっぱ上がりタイムが出てる時は自分でも出てるっていう感触があるっていうことを言ってましたので、よかったら使ってください。ありがとうございます。いい情報得られましたね。でもね、今村さんはどうですか、はい、この静岡支部の出場選手、やっぱり菊池選手のスタート力、うん、ここにやっぱり注目したいなと。浜名湖夏場になるとちょっと向かい風吹くんですね。向かい風が吹くとですね、ちょっと突っ込まないといけないんですよ、うん、これを突っ込み切る選手といえばやっぱり菊池選手なんですね。あ、ですから主導権を握って引っ張っていくのではないかなというふうに思いますね。坪井選手推しの方いらっしゃいますか。はい、坪井です。あ、出た。はい、お願いします。坪井選手 SG 3回優勝してますけれども、うち2回は浜名湖ですから、うんうん、この浜名湖での絶対的な強さで、浜名湖でその特に展示タイムですね、坪井選手がいい展示タイム出してきたときはもう文句なし買いです。記者さんみたいですね。記者さん。まずは九州地区、九州スポーツ田浦記者の注目選手は宇留選手と原田幸也選手です。はい、ウリュ選手は、この大会57回58回と連覇してますね。浜名湖は優勝こそないんですが、給油室と相性もいいのかなと私は思ってます。
いいエンジンとかね引いててもなかなか乗り切れなかったりっていうことちょっと続いてたと思うんですけど、そういうところもしっかり修正してくるタイプですしね。どちらかというと派手さはないとは思うんですよ。やっぱりレースやってみると、あ、やっぱりウリュー来たのっていう感じも、こう走って1コーナー回り切った後にちらっと打ち見ると、あれウリューがいるやっていうか、そんな感じですよね。一つのミスすると刺されたりって、ね、私が波を見た瞬間にきっちり刺されてましたからね。もう一人の注目選手はボートレースメモリアル全大会の覇者、原田幸也選手。浜野子 SG のタイトルを取ってるのかなと。スタート力もすごいし調整力もすごいと思います。僕にとってはもう愛知の選手なんで、うん、ですよね。ターンですね、旋回力って言いますか、上体姿勢がすごい綺麗なもんですから、華麗に見えるっていうのか、そういうあの展示からこう幸也選手がこう綺麗なターンで回ってる時はこれはまた買いですよね。続いて中国四国地区、デイリースポーツノバク記者の注目選手は。私の注目選手はこちらです。はい、4名挙げさせていただきました。はい、貝原勇気選手といえばグランプリの優勝というのが印象的かと思いますが、そこから SG で輸出してもなかなか優勝まで届いていない。そろそろ2つ目取ってほしいなと。なるほど。最近なんかあのプロペラの調整方法を変えてるらしいですね。前はこう大きく変えたりとかっていう感じだったのが、それで失敗することが多くて試し中とは言ってましたけどね。で、転覆が多いんですかね。すごい情報持ってますね。ちょっとだけ。ちょっとだけ。今村さんはやっぱ貝原さん。はい。貝原選手はやっぱ豪快さがあるなと思いますね。まくるにしてもまくり雑にしても思い切りのいいそのターンをしてくるなっていう印象ですね。あの少し前までどうしてもあの差しのイメージが強くなってしまっていたところを攻撃型に転じていますので、そのプロペラの調整も含めてまくって勝つということも意識してるんじゃないかなと。いいことですね。いいことです。いいことです。基本はまくるということを頭に入れてないとやっぱり選手は対戦しないと思いますね。前は5コースまくり差し3コースまくり差しを買うタイプだったんですけど、最近はあの4コースまくりっていうのも面白いなっていう。ますます強くなって進化していくんじゃないかということですね。じゃあ次、山口剛選手。広島の選手は本当に層が厚くて SG にたくさん出場しているんですけれども、ここは広島支部というのは層が厚いなという中での中心的人物です。常滑の G1 ね、あの優勝したんですけど、前肩から動きが良くてずっとノーハンマーでした。そういう我慢もできるんだ強しくんって思ったぐらい。ね、何もしないって考えられないよ、ね、山口強し。そう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 、大人になったね。山口選手と浜野子の相性ってどうなんですかね。あの山口選手も貝原選手も周年記念で優勝していますので、相性的には2人ともいいと思います。でこの2人を太く書いて下に海野幸四郎選手と原田篤選手を。海野幸四郎選手はメモリアルは初出場ということで、山口支部はもう何年にもわたって看板選手がいらっしゃったので、なかなか出場に手が届かなかったんだと思いますけれども、はい、満を持してここで初出場、力もつけていますし、稀有な存在である重量級、その迫力あるレースを見せてほしいなと。どうですか今村さん。あの字が細いですね。彼太いんですよ。ちょっとそれは怒りもダメですよ。もうちょっと太く書きましょう。はい、いやただ重い部分でエンジンが出るか出ないかっていうちょっと疑問符が残るところがあるんですね。高モーターを引いていい動きをすれば優勝も可能であるっていうテクニックを持ってますんでね、期待はしてるんですけれどもね。はい、私はあの海野幸四郎選手と実は縁がありまして、海野幸四郎選手のおじさんの事務所で働いてたことがありまして、30年前にそういう意味であの応援しております。子供のような気持ちで。貴重な情報ありがとうございます。全く役に立たずすみません。原田篤選手の方は浜名湖のダービーで SG 初輸出3着ということでしたので、この SG の舞台で再び輝くのは浜名湖かなと。言ってもやっぱ中国四国地区でやっぱちょっと少なくないですか、山口支部なんか。あえて書かれてないんです。いや俺今村さんいるからもう全部山口支部で来るかなと思ってたんですよ。それも良かったです。
現役記者が語る出場選手のマル秘情報。次回さらにパワーアップ。記者の分析に対し今村さんは何を語るのか。はい、ここからは浜名湖開催レースの第9レースを予想していきます。はい、今回は特別編ということで、はい、浜名湖のレースを予想し誰か一人でも的中すると今村さんのお宝を視聴者プレゼントするという企画になっております。今回誰か一人でも的中すると他では絶対に手に入らない今村さんからの超豪華特別プレゼントをゲットできます。ゲットしたプレゼントは鉄板塾電話投票キャンペーンから応募できますよ。今回も今村さんのお家でのんびりと予想。今回も的中して豪華プレゼントゲットなるか。展示ですね。ここもね、4号艇に新人の石丸選手がいるんですよね。はい、石丸選手いますね。私の一押しですね。俺分かっちゃったんだけど、今村さん、若い女の子が好きなんだよ。そっち、そっちですか。やたらさっきも押すし。これね、あやちゃんの一発とは買いたいんだけどな。俺買いたいっすね。ね。この前の藤本くんの乗ってたこの時の伸びが良かった。あ、そうなんですか。めっちゃ良かったんですよ。カードマーク一発決まってるんですよ、この1等取ってるのが。この1等がそうなんですね。そうなんですよ。で、そっからあとすごく惜しくてずっと。あれでも4スロか5号艇は。そうですね。9レースのスタート戦時進入内から1番、2番、3番、5番、6番か、6番、4番です。服部くんのはひどいね、これ。これそんなダメなん、これ。本人的なコメントはそんなに悪くないんですよ。そうなんですね。今もでも全然届いていってないですもん ね、スタートが。小牧ちゃんは6コースから2着と4着が1回ずつありますね。買うなら昨日だったですね。ね、2等来てますもんね。2着は買いづらくないですか。なんか3頭には絡むかなみたいな、ね、かといってみんな頼りないでしょ。みんな頼りないでしょ。頼りない。じゃあ4ですよ。でもさっきの子よりもなんかやれそうな感じはしますよね。展開向いたらなんかありそうっていうね。1もね、なんかすごいムラムラなんですよね。よくないですよ、鈴木さん。これ何この71って。そう、ありましたね、そう。2日目、それでも4等には来てるけど、すごいね。今村さんにとってのライバル、はい、個人的にライバルって思った選手いないんですけど、たとえ B2 の選手でもライバル視して走ってましたし、ボートってスタート一発でやられますからね。よっぽどターンミスしてくれない限り抜けないんで。女子と男子が一緒に走るのもボートじゃないですか。男の選手まくった時はもう気持ちいい、気持ちいい。ふなけん予想の手助けとなる日刊直前予想が大幅リニューアル。 AI 予想、1マーク予想が追加され、さらには PDF 新聞もリニューアル。新しく生まれ変わった日刊直前予想をぜひご活用ください。ボートレース浜名湖公式ホームページでは8月23日から行われるボートレースメモリアル特設サイトが公開中。出場選手の情報や大会データだけでなく、スペシャルコンテンツも盛りだくさん。さらに豪華プレゼントが当たるオープン検証クイズも行っていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてボートレースメモリアル期間中、電話投票にて5000円以上ご購入いただいた方の中から抽選でボーナスキャッシュバックや静岡や浜名湖の特産品が当たる電話投票プレミアムキャンペーンを開催。詳しくは概要欄をチェック。さあ、それでは皆さんの買い目を見ていきましょう。じゃあ今村さん、お願いします。はい、やっぱここは都築選手軸と思います。2着にですね、鈴木選手、加藤選手ではないかなと。もう私、あやちゃん、あやちゃんの一発。全然、はい、いやいやいや、いいと思います。ついに我慢できなくなっちゃう。次出ちゃいましたけど。さやちゃん、お願いします。はい、
なんか鈴木さんが調子がもしかしたら微妙かもしれないって言ってたんですけど、気になったので1着にさせていただきました。私はこちらですね、まあ、1と3の、まあ、1着2着の折り返す感じですね、まあ、やっぱ加藤さんのモーターがすごく良かったので書いておきましょうか。なのでちょっと伸びがあるというイメージで、まあ、ちょっとまくっちゃうと1が残るかって言ったら微妙なんですけど、ほんと好きっすね。頭を4にしろ、4にしろ若い子に目がないから。そうですね、レジェンドじゃなかったら俺2回ぐらいもうジジイって言ってます。本当ですね。びっくりしますけど、僕はまあ鈴木選手が他にやっつけられそうな人がいないなと思うんで、本当にすみませんでした。で服部選手がまあ腕的には絡んできそうですけれども、だいぶ足が悪そうだと思い切って切ってみました。で 1-2-3 の 2-3-5 ということで、ここもちょっと申し訳ないんですけど、小牧ちゃん外させていただきました。皆さんの買い目はこちら。1号艇を頭にしながらも3号艇が絡んでくると予想。一人3号艇を頭にした雅子さんですが、果たして結果は。今日もお色いただいてもいいですか。はい、食べてください。どんな感じで。お色美味しいのよね。本当にめちゃめちゃ美味しかった。レンジ同様の並び進入、9レース一般戦、進入内から1番、2番、3番、5番、6番、4番です。あやちゃん遅れた。あーやばい、これだと6が絡んじゃう。1番、2人がいいスタートを決めています。あー6絡んじゃう。1マークインから先手は1号艇の続き、あー6絡んじゃう。それじゃあ絡んじゃう。それは絡んじゃうな。それは絡んじゃうな。切ったんだよ俺それ。押していった1号艇、続き雅治が先頭、2番手、そうした4号艇、続き3番手、内側へと5号艇、服部、上1番、2番、6番、さあ、全勝。全勝ちょっと困るな。一緒の2マークも握る、2号艇の鈴木、内を小回り、6号艇、服部康マークです。上1番手、変わらず、1番、2番、6番、2も上行ったしね。水は大きく空いて、4番手の鈴木、3号艇、まさか6に変わらない。最高峰4号艇、1番手、鈴木には勝ってないぞ。あ、変わらないです。マスカちゃんだけ持ってますね。16に持ってます。16にだこれ。1から駒両線6号艇、服部迫ってくるか。2番手2号艇鈴木の後ろ、まあ、2のが出てるんだけど。2号艇鈴木と6号艇服部と2番手鈴木が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 2番引線に入れました。1号艇の鈴木が4点にしちゃった。最後のバックスレッジ2番手2号艇鈴木、3番手6号艇服部、上位の体型1番、2番、6番、あとは3号艇、5号艇、4号艇、3連単1、2、6は人気サイドの 8.6 倍となっています。期待に応えました。1号艇鈴木雅治が先頭で最終コーナークリア。2番手2号艇鈴木、3番手6号艇服部、1番、2番、6番で第9レーサーゴールです。1着1番鈴木雅治ゴールイン、2着2番鈴木、3着6番服部ゴールイン。ちゃんと当ててますね。ちゃんと当ててます。ちゃんと当てております。ちゃんと当ててます。ちゃんと当てております。おめでとうございます。ぴったり的中。すごいね。ちょ当たりますね。岩村さんちすごいしっくりくる。本当しっくりきてるね。ずっとしっくりきてるね。本当にすごいすごい。帰りレンタル契約結んでこう。結びたい。お見事。今村豊かボートレース電動力記念クオカードゲットです。今村豊さんからの豪華特別プレゼントが欲しい方はぜひ鉄板塾電話投票キャンペーンにご参加ください。大会特製サイン入り T シャツや出演者サイン色紙など他にも豪華商品が多数当たるチャンスです。参加方法は概要欄をチェック。さらに今回から新たにキャンペーンにエントリーしていただいた方には抽選でボートレース浜名湖オリジナルクオカードをプレゼント。応募に必要なキーワードはこちら。もし全部の商品が外れた場合でも番組特製トートバッグを用意しています。たくさんのご応募お待ちしています。さて今村さんのもう行きつけのお店があると、はい、いうことでこちらですよね。そうです、泉谷さんといいましてね、豚しゃぶの美味しいお店なんですけれども、
今回残念ながらですけど、はい、ウイチさんとアスカちゃんが、はい、仕事のためいなくなってしまったということで、はい、もう雅子さんの笑いがずっと止まらないんですよ。でも飲めないですかね。今日は飲めないんです。残念。それは残念。ここからはファン必見、今村さんが愛する地元の名店をご紹介しちゃいますよ。この目の前のとこですか。はい、そうです。専用の。すごいすごいすごい。豊か部屋じゃないですか。豊か部屋ですよ。普通には使ってないんですこの部屋、豊か部屋ですよ。もうヘルメットからグローブやらペラまであって、室外のヘルメットとですね、プロペラ寺田賞のプロペラです。大将が多分これを飾ったんで、普通に使えなくなったっていう。あ、そういうことね。だからそれがなくなったらいけないんで。開かないっすよね。いや、多分開くんですよ。開くんですよ。まさこさん、ダメですよ。さあ、では今村さんが激推しする豪華グルメをいただきましょう。いや、想像以上なものが出てきましたね。すごいですよ。で、飲めないんでしょ。いやいや、そこはいいじゃないですか、とりあえず。で、今村さんが作ってくれましたけど、これ今村スペシャルって言うんですけど。いや、これ大将に教えたんですよ。醤油にですね、お酢を入れて唐辛子とネギ食べてみてください。早速ですけど、はい、ちょっと行ってみましょうか。鶏のたたきですもんね。はい、たたきもこうですね。めくちゃうまいよ。なんということでしょう。この鶏うまいっすよ、ね、うまいっすよね。ちょっと叩きって硬くなるようなイメージなんですけど、もう全然柔らかいです。柔らかいですよね。ここで選手の方と一緒に来てどんな話するんですか。ボートの話はあんまりしないですね。で、今ね、山口県の選手っていうか、白井選手、寺田選手はじめね、何人かがあの釣りにハマってて、イカ釣りも行ってるんですよ。で、そのイカ釣りの成果、あの、えらいやけにちっちゃいの釣ったなみたいな。そういう話して。これが豚ちゃんですよね。そう、豚ちゃん、豚しゃぶですね。だしは何ですか。これ豚骨スープですね。豚骨スープのしゃぶしゃぶってなかなかね、食べてもない。でも豚骨臭さって全然ないですよね。絶対うまい。どうしました。すごくあっさりしてるけど味がある。柔らか。豚うま。うまいでしょ。美味しいっす。食べ終わったらラーメンじゃないんですけど、この麺で締めるんですよ。あ、もうほぼラーメンに近い状態で食べれるっていう。最高ですね。ここで今村豊さんの若手時代のストイックすぎる取り組みが明らかに。今村さん、そのやっぱドボンキングってあの昔、まあ、言われてたというか。いや、あれね、後付けなんですよ。訓練生の中で群抜いて私が転覆してたんで。なるほど。あの、2番目に多いやつの倍以上してたんで。おお。タンマークに当たるように持っていくんですよ、もうわざと。ほう。わざと持っていって、そのタンマークをかわす瞬間、前を思いっきり引き上げて、この三角形の斜めに飛び越えれるぐらいの思い切って上げるんですけど、上がらなかったらどうせ当たりますよね。そのままこけるんですよ。意識のレベルがもう全然違うってことで。違いますね。そうなんですよ。普通だと考えないでしょ。ただ私が単純だからそれをしたんだと思いますよ。ちょっと機会があって、あの、まあ、訓練所で話したりすることもあるんですけど、そういう時に言うのが、どんな馬鹿げたことでもいいから、あの、考えてそれを成功させようとしろと。人から見てバカなことでも真面目にそれを真剣に考えろっていう。それは探求心というか。そうそうそう、やっぱ向上心ですよね。そういうことなんですよ。結局、いや、私は向上心なかったんですよ。単純に考えてただけです。我らが宇市塾長と菊池康平選手、金原勇希選手とのスペシャル対談が再び。こちらもぜひご覧ください。ボートレースメモリアル期間中はご覧の生配信予想会を開催。豪華出演者による裏剣バトルをお楽しみください。